羽島進は、日本の俳優。鹿児島県鹿児島市出身。本名は、小倉正則。妻は1950年代前半に活動した、女優の川口節子。元女優の小倉加代は娘にあたる。1950年に、大野泉映画のニューフェイスに合格し、翌1951年に、我が一高時代の犯罪でデビューする。その後、 1953年の映画、早稲田大学での役名、はし進を芸名とし、東映現代劇のスターの一人として活躍した。1959年、テレビ映画、捜査本部、七色仮面の主演に抜擢され、早々期のテレビにも進出した。特に1961年からスタートした特別機動捜査隊では、ソフトボーがトレードマークの立尺藩、リーダー、 立釈主任刑事役を演じ、黎明期のテレビドラマで、お茶の間に人気を博した。また俳優業の傍ら事業家としても活躍、省営株式会社社長を務めた。1971年、すでに唯一のレギュラーだった、特別機動捜査隊も降板後、芸能界を引退。その後は、実業家に専念した。鹿児島出身という影響もあり、セリフ回しのアクセント、 イントネーションに独特の鉛があった。1995年死去。ありがとうございます。